ブルーカーテンの向こう側、男バレエダンサーの珍道中。埼玉県狭山市から六本木に引っ越し。第18話。庄司は埼玉県の狭山市という田舎町に住んでいた。六本木に行くには電車を何度も乗り換え、2時間半もかかった。つまり、往復5時間を電車の中で費やすことになる。交通費は新宿のフラメンコレストランでのバイト代に含まれていた。だが、この5時間は非常に無駄なことだと気がついた。六本木に越してくれば、無駄なこの5時間というものが省けるということに気がついたのだ。そして、虎ノ門という場所に、6畳一間のボロアパートを借りた。時間の節約の代わりに、アパート代を新たに稼がねばならなくなった。バイトも新宿のレストランを辞めて、虎ノ門のアパートの近くの花屋で、朝早くから働き始めた。アパートの窓を開ければ、そこは東京タワーの真下だ。バイト代からアパートの家賃とバレエのレッスン代を出すと、庄司の手元には一銭のお金も残ってなかった。もっとバイトを増やさなければ。しかし、それとは裏腹に、レッスンの回数ももっと増やさなければ上達できない。とも思った。そんな庄司の実情は、腹が減りすぎて死にそうであった。庄司は、食事が出るバイト先を探せば、食費がかからないということに気がついた。スタジオのそばに、鉄板焼きをやっているレストランがある。庄司は数回ほど教師の小川に連れられて一緒に行ったことがあった。腹が減りすぎた庄司は、とりあえずその店に行った。そして、3日以上も食べてなくて死にそうだから、ここで働かせてくれないか。と、店主に詰め寄ったのだ。そこに居合わせた客。そして店主の奥さんも含め、10人ぐらいでパーティーを催していたのだが、この招かざる男が侵入し、ご飯を食べさせてください。お金は全然持っていないんですが、ここで何でもして働いて返します。と、店主に必死に頼んだ。楽しんでいたであろう店主の家族と客が、この男の言葉で静まり返った。店主も困惑したが、何でもいいかと言って、肉野菜ご飯を作った。庄司は食べ終わってから、金を持っていないのでここで皿を洗わせてくださいと、再び頼んだ。店主は、金を持っていないのは食べる前に聞いたよ。そんな皿洗いなんてことはしなくてもいいから、またお腹が空いたらここに来なさい。と言った。庄司は真剣な目で店主に食い下がった。明日も必ず腹が空きます。その次の日も、いや、必ず毎日腹は空きます。ですが、私はお金を持っておりません。ここでバイトをさせてもらえればありがたいのです。どうぞ頼みますと、さらに懇願した。パーティーの最中だった場はしらけてしまい、もうバイトは男が一人いるから雇えないんだ。と、マスターは繰り返して言った。しかし、庄司の懇願する回数が、店主の断る回数を上回った。とうとう庄司は、この鉄板焼き屋の秋、で働き始めることに成功した。働き始めて数日が経った時に、新たな事実が庄司を驚かせた。この鉄板焼きレストラン、秋の店主は、なんと、元バレエダンサーだったのだ。